壁のシミ。これは世にも不思議なお話です。鈴木さんは学校でいつも気になっていることがありました。それは教室の後ろの壁にあるシミです。大きさは手のひらくらいで、色は黒。円の中に2つの目のような塊と、その下に三日月型の汚れがあります。なんだか人の顔に見えない？クラスの誰かが言いました。気持ちが悪いね。掃除の時間、雑巾でこすってみました。しかし全然消えません。白い壁の中でますますくっきりと浮き上がって見えます。ずっと前からあるので気にしないでください。先生が言うので諦めるしかありませんでした。ある日、鈴木さんは学校に忘れ物をして取りに行きました。放課後の廊下は薄暗くてとても静かです。教室の前に来ると中から声がしました。女の人でしょうか。ブツブツ言っていて内容までは聞こえません。失礼します。戸を開けると声はピタリと止みました。教室の中には誰もいません。おかしいな。首をかしげながら忘れ物を探しました。すると後ろからさっきの声がしました。誰？振り返ったそこにあったのは壁のシミです。三日月型の汚れは満月のように丸くなり、言葉を話していたのです。鈴木さんは教室を飛び出し先生を呼んできました。壁のシミが喋ったんです。またシミですか？先生はやれやれと肩をすくめました。そしてシミの上からポスターを貼ってくれました。これで見えないでしょ。鈴木さんはようやくほっとしました。しかし次の日、ポスターは剥がれていたのです。怖いよ。子供たちにお願いされて先生は再びポスターを貼りました。けれども放課後になるといつも剥がれてしまうそうです。